世界は最悪期を脱したという見方がある一方で、先進国では失業率が軒並み悪化しており、アメリカでは先月の失業率が 9.5% と25年10ヶ月ぶりの高い水準となったほか、ヨーロッパでも今年5月の失業率が 9.5% と過去10年で最悪となっています。こうした中、グリア事務総長の発言は、経済が回復し始めても雇用情勢は厳しい状況が続くという見方を示したものです。為替と株の値動きです。東京外国